木村のりおのハピフラナイト。木村のりおのハピフラナイト、本日もスタートいたしました。よろしくお願いいたします。まずはですね、鳥越アズーリ URL でご覧の皆さん、こんばんは。木村のりおです。インスタライブ、いつもご覧の皆さん本当にありがとうございます。木村のりおです。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日もスタートしたんですが、今日は7月の15日、ついこの間2022年の上半期終わったと思ってたら、7月入ったと思ったらもう7月中旬みたいなことで、本当にこう時間が、日にちが経つのが早いなと思っているんですが、まあ、関東地方だけじゃなくて全国的にちょっとここのところお天気も悪くて、被害なんかも発生しているところもあるそうです。どうぞ皆様お気をつけてお過ごしいただきたいと思います。そしてですね、そんな中、まあまあこの番組自体、この鳥越アズーリの曲自体、まあ、コロナ禍で開局して、コロナ禍でこの番組もスタートしてというところなんですが、まだまだずっとコロナ禍ということで、ちょっとここのところ感染者数が増えてきております。まあ、そんな中ね、私たちがやっぱりできる、感染予防対策っていうのはやっぱりマスクだと思うんですね。なのでね、ぜひ今ちょっと湿気があったりとか、まあ、今雨なんでね、あれですけれども、日差しの強い時とかちょっと辛いなと思うこともあると思うんですが、これはね、おのおのが感染予防対策をして過ごしていきたいなと思っております。そしてもちろん私たちもこのスタジオに入るのにあたり、検温、それからアルコール消毒させていただいております。そして全番組との CM の間には、このスタジオ内すべてアルコール消毒をして、窓も開けて換気もしております。さらには放送中はオゾンで除菌状態での放送となっております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあね、ここのところ先ほども雨が続いていると言ったんですが、まあ雨、梅雨がですね、すごくなんかちょっと雨が少なかったってこともあって、なんか戻り梅雨なのかななんて思いながらいるんですけれども、やっぱりなんか不思議ですね。なんかこう、人間って雨とかだと結構憂鬱になりますよね。不思議ね。やっぱりカラッとサッと晴れているとすごくこう心も軽やかになって、なんかこう出かけたくなってちゃったりするじゃないですか。でも今ちょっとコロナもちょっと増えてきちゃったりしてるから、こう出かけない方がいいのかな。一人咳しております。本日のゲストの三浦先生、カーニバル三浦がこのスタジオ内にいるんですけど、ここっとかして大丈夫ですか。はい、まあね、明日から、3連休ってことでして、ご予定お考えの方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、お天気、それから、まあ、コロナの状況などいろんなことを踏まえて、皆さん行動していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、でそんな中ですね、この番組で毎回ご紹介をさせていただいておりますが、ここちょっとご注目いただきましょうか。じゃじゃん。はい、これですね、ポタジェライスというものです。はい、奈良、近鉄奈良の駅からもうすぐ1分かからないところにある野菜ダイニングサイエンさんが、開発しましたこのポタジェライス。こちらはですね、鶏とごぼうの味で、もう1種類はトマトとエビの味の2種類の展開となっているんですけれども、これね、レトルトになっているので、温めていただいてご飯にかけていただいて食べてもいいし、もちろんスープの状態で召し上がっていただいても美味しいものなんですね。でこのポタジェライス、先々週ぐらいにも皆様にはご紹介させていただいたと思うんですが、まあ、奈良の方の河合町で、非常食で採用されたということをね、ご案内させていただいたと思うんですが、またまた今回ですね、やはり奈良なんですが、神巻町でありがとうございます。
こちらですね、関牧町の方でも、非常食がまたまた採用になったということで、やっぱりあれですよね、非常食でも美味しいもの食べれたら嬉しいですよね。これまさにそうなので、どん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 このサイエンさんのポータジェライスが広まっていくといいなと思っております。はい、インスタグラムの方ご紹介ありがとうございます。そしてこちらがパエーガマジャと言いまして、炊飯器で簡単にできるパエリアということなんですね。でこれね、私も試食させていただいたんですけれども、本当にね、具もたくさん入っていて、なんと言ってもおこげができるんですよ。すごくない？炊飯器で簡単にできて、おこげもできて、具もたくさん入っていて、もうこれ本当一石二三鳥みたいなね。そしてさらにはここちょっとご覧いただきますと、オーナーなんですが、久保田オーナーの顔写真入りとなってるんですね。やっぱりこの顔写真がちゃんと載ってるっていうことは安心安全ということですので、自信を持ってお届けということですので、このねパエーガムジャもぜひですね、皆様一度はお試しいただきたいなと思っております。そして8月の後半になるんですけれども、この、サイエンさんが、久保田さんが、ボランティアとしまして、児童福祉センターの方で児童福祉施設において、フランス料理とそれからテーブルマナーを、ちょっとイベントとして、ボランティアのイベントとしてさせていただくこととなっております。はい、ありがとうございます。そちらもですね、私もちろんお邪魔させていただきまして、レポートしてまいりたいと思っておりますので、どうぞ皆さんお楽しみにお待ちください。はい、そしてですね、先ほども言いました、その皆さんが今できる感染予防はもちろんその消毒と、それからマスクということを言いましたけれども、マスクをしているとついつい女性はリップをし忘れることが多いんですね。でマスクについちゃったりするのも嫌だなとか、いろいろ思ってなんか色味をささないことも多いんですけれども、この番組協賛してくださっているキャリアム、こちらから出ているモイスチャーベールリップは、ティントリップなので本当にマスクにつかないんですよ。で、色味もその人の体温とか水分量によって色味も変わるので、あなた色のカラーが楽しめるんです。さあそれではホームページドン。はい、ありがとうございます。こちらですね。いや本当にですね、ここに時に贅沢をまとうようにって書いてありますけれども、やっぱりこういうコロナ禍の中でもマスクをしていても、ちょっと取った時にこう色味がさしてるっていうのは本当にね、大事なことだと思うんですよ。女性ってこう色味がさしてないとちょっと疲れて見えたりとか、なんかちょっと老けて見えちゃったりとか、あんまりいい風に見られないので、元気じゃなさそうに見えちゃったりとかするので、ぜひですね、これマスクにつきにくいリップですので、また、その人の体温、水分量によって色味が変わるので、あなた色のカラーが楽しめるので、もう唯一無二のそんなリップですので、ぜひですねこちらのホームページに行っていただいて、オンラインでもお求めいただけますので、ぜひお求めいただければと思います。私の周りはもうみんなこれ使ってます。大人気。はい、ありがとうございます。はいはい。さあそしてですね、続いてなんですが、じゃん、いつもこちらご紹介させていただいております。私なんか目が寄ってる気がする、大丈夫？こちらですね、これは U 字型になっているんですけれども、特殊な、金属ではあるんですね。大気中の中でプラスのエネルギーを集めると言われている、そんな金属なんですが、オルゴン療法で用いるリングでして、オルゴンリングと言われております。でこれは U 字型ですが、リングをしているもの、それからスネークのもの、ただの棒状のものなどなど、いろいろ種類はあるんですけれども、いずれにしろこの金属の棒を用いて、生体の一種というか、爪の先から足先までですね、こちらでこう凝り固まった
凝り固まった老廃物とか、そういったものをこうやって砕いて流す、砕いて流すみたいなことをするんですね。で、この施術を私も何回も受けさせていただいてるんですが、もうね、その詰まってるところは本当に痛い、痛ってなるんですけれども、それが終わった後は非常に体も軽くなって、可動域も広くなるので怪我もしにくくなります。ということで、プロ野球の選手の方とかも、足しげく通ってます。そのオルゴン療法もこの番組のスポンサーをしていただいております。ということで、ここで皆さんにキャリアムの CM、それからオルゴン療法の CM2 本まとめてご覧いただきたいと思います。どうぞ。キャリアム、私はこれ。今日から自分を取り戻すドラマが始まる。時間の広場、オルゴン療法タイムズスクエア。はい、 CM ご覧いただきました。ありがとうございます。さあ、ではですね、こちらのスタジオにはもうそれはそれはなゲストをお招きしております。振付師なんですけれども、もう本当にね、皆さんが今までずっと見てきたアイドルの方々の振り付けはもちろん、それから、ちょっとお笑い系の方々ももちろんで、番組なんかにもついていろいろ演出も含め振り付けももうとにかく多彩なカーニバル三浦こと三浦先生です。あら、帽子脱いだのね。取らないとほら。そうなんですね。取れるかなと思って。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、私こう三浦先生とのもう出会いはもう 10代というか20代というか、もう10代20代いつだろう、もう相当前、俺に聞いても分かんないけど、もう相当前なんですね、その夜のヒットスタジオの DD をのメンバーだった頃にね、はい、お会いさせていただいて、その頃からこういろいろと本当にお世話になっておりまして、今日もお世話になっております。さっき振り付けさせられてきました、はい、先ほどね、振り付けの方をお願いさせていただきまして、ちょっとねわがまま言いまして、ね、やさせていただいております。はい、まあ本当に折にぐれその三浦先生とは本当になんかご縁があるなってつくづく思っているんですけれども、まずですね、その三浦先生は、うん、なんで男子なのに、その昔っていうかまあまあ年だから、結構年ですよ。本当昔だよね。昔は、うん、そのダンサーとか振り付けとかってあんまりこうなんだろうな、なりたい職業のエントリーなかったんじゃないかなって思うぐらいなんですけれども、なんでこのだから、うん、いや、そのなる一番最初は、うん、とりあえず大学に落っこちて、あ、大学落っこっちゃった、とりあえず一浪する最中に一浪の、はい、大学入試案内見たら、うん、僕の母校である日大の芸術学部っていうのめくって、あ、いいなと思って、うん、で演劇学科に入ろうと思って、でもそれまで一切仕事したことないんだよ。そうなんですか、うん、スポーツやってたんだけど。スポーツ何されてたの？僕は軟式テニス。あ、テニス、うんうんうん、でそこに入って、うん、役者やろうと思って入ったわけ。でもちょうどその頃ウエストサイドストーリーっていうやつが流行ってて、これからは役者は踊り子を少しはかじっておかなきゃいけないなと思って
ダンスレッスン行ったわけ。なるほど、そんなことがきっかけで。じゃああれですか、役者が一番やりたかったことではある。でもほら急にただ思いつきでやったから。思いつきなんかわかんないんだよね、うん、何やりたいのかは。なるほど、うん、でもそんななんかわからないけれども思いつきでちょっとトライしたことがこんなに長く、すごい長くないですか。だからここだけはね、ザ・芸能界がもうどんな長いのっていうぐらい、50何年やってるよね。そういう思いつきでスタートしたことが、まあもちろんね、ご自分の努力だったり、それまで演劇も踊りもされたことないでしょうから、そこからはね、ご自分の努力だったりとか、もともと持ってるセンスだったりとか、そういったものがあるんでしょうけれども。いや、センスっていうのもいい加減にやってる、いい加減じゃなくていい加減にやってるっていうのが多分。素敵、うん、素敵、その通りですね。やっぱね、あのパツパツになっちゃってるとダメですよね、うんうん、やっぱりこうエンターテインメント、夢を売る仕事っていうところで余裕とかのりしろとかそういったものがいろいろないと、うん、柔らかくないとダメですよね、やっぱり。そうだから、いい加減と、うん、あと妄想族、妄想族じゃなくて妄想族っていう、ね、ここは自分の中では常に気をつけてるって、うん、考えてる。わかるな、そうですか。で、まあそんなあのなんだ、妄想族と、うんうん、いい加減じゃなくていい加減ね、うん、あのまあ三浦先生なんですけれども、なんかあのカーニバル三浦っていう風にね。なんだこれは芸名なのか、なんていうのがニックネームなのか、まあ、そんな名前もありますよね。あれはね、うん、一番最初、うん、フジテレビの深夜の番組で、はい、今頃テレビ見てるやつ、マース TV かどっちかで、うん、たまたまディレクターとプロデューサーもやってるやつが、あれなんですよ、うん、MC をやってくれって言って、先生 MC もやったの？僕のコーナーがあったわけ。あ、先生のコーナーがあったの、うん、その番組の中で。それで、うんうん、MC もうやんなきゃいけなくて、それでやった時に、うん、三浦徹じゃつまんないから、うん、サンシャイン三浦って名前だった。サンシャインだったんだ、うん、最初は。一応ほらサンシャイン、あ、サンシャインで、たまたま、オールナイト富士のその頃しばらく経ったら、はい、オールナイト富士のプロデューサーの石田さんが、はい、石田さんが、はい、三浦お前ちょっとだけ毛が生えてるから違うって言ってサンシャインじゃないって、ムーンライトになって、ムーンライトになって、ほんで、あとフジテレビのラブラブ愛してるっていう番組で、ラブラブ愛してるも、うん、そうですよね、菊池さんっていうプロデューサーが、はい、菊池さんね、やっぱりあの三浦さんお願いって言われて、うん、レギュラーで入ってる時に、うん、やっぱり三浦徹じゃつまんないからって言うんで、うん、踊りだからカーニバル三浦になってちゃった。だってあのテロップ最後にタイトルコールとか、うん、テロップ上がるじゃない、あれにちゃんとカーニバル三浦って入ってましたよね、クレジット。あれはだから見たそのね時の、うん、あのプロデューサーかディレクターが遊んでる人はそう、ね、カーニバルかなんかそっちの名前 で、ね、そうじゃないとか三浦徹って入ってるんですよ。未だにそうです。未だにそうですか、はい、そうなんですか。まあね、先ほども言ったように、まあ、私は長く長く三浦先生とは、まあ、お世話になっているわけなんですが、うん、この2人の間になんと西条満という、まあ、伝説的なね西条先生という、まあ、その夜のヒットスタジオの DD はその西条先生が、うん、まあ、取り仕切ってたっていうのもあって、はい、そのまあ大切なこう要である西条先生っていう人物が存在するわけなんですけれども、まあね、くしくも病に倒れ、うん、もうね、はい、他界されて、はい、うん、いらっしゃるわけなんですけれども、その西条先生も今びっくりしてんじゃないかなお前ら何やってんだよそう、もう絶対思ってるよ思ってね、思ってますねすいません感じですけどね。まあその西条先生自体もやっぱりダンサーでもいらっしゃって、もともとはね、SKD かなんか、いや違うの、多分大阪だから、OSK か、そっちの、でも OSK とかっていうと全部ほら、あ、そっか、女の人ばっかりじゃん。でも昔はなんか男性もいてみたいなね。大阪で最初踊りをやって、うんうん、でもそれもおかしくて、うん、目いっぱい振り終わったんだけど、お姉さんについて、お姉さんがダンサーで、ついていったらやれということでやったみたい。そうなんですか、皆さんびっくりですね。やっぱりそのきっかけをね、振り返って聞くと、
本当に驚く。もうやりたくてやりたくてやっと掴んだのかしらって思うと、結構そうでもないんですね。俺はまるっきりそうじゃないからね。不思議ですね。まあその西条先生にしろ、まあこの三浦先生にしろ、やっぱりね、あの不良なんですよ根本はね。本当に根本はどっちかしたらね、真面目な不良っていうのかな、うん、そのほらもうどうしようもないってことではなくて、真面目な不良っていうかね、うん、そういう感じ。自分でもよく言うけど、真面目な不良だろうっていう話は、ね、そうですよね、そういう感じですよね。やっぱりその芸、エンターテインメントっていうところを携わるものは、やっぱり真面目な不良じゃないと、うん、長くはいかないのかな、やっぱり。そうだよ ね。だから本当にいい加減じゃなくて、いい加減にやってこないと無理だよね。こうなっちゃうとちょっと無理かなって。そうでしょうね、うん、そうなんでしょうね。でね、まあ先ほどね、ちょっとまあじゃあちょっとここで後半に あれしようかなと思ったんだけど、この7月25日にまあ、私、はいはいはい、コットンクラブで、はいはい、コンサートを、まあ、私は3年ぶりなんですけれどもさせていただくわけなんですが、まあ、急遽ね、そこに、うん、お手伝いとかサポートで DD のメンバーが行くねなんて言ってたところから、うん、一曲踊るよみたいなことになって、じゃあっつって、もう三浦先生にすぐ電話して、先生お願いします、振り付けお願いしますって言って、今日がまず1回目の振り付けだったんですねありがとうございます。いいえ、だからこれがダンスナンバーじゃないんだよね、うん、まあ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 そうなんですよね、この度はね、うん、これね、四角く囲ってあるところあるじゃないですか、はい、あそこね、ビッグバンドで美空ひばりさんの、そう本当にコンサートなどでサポートされていた方々が OB の、ありがとうございます、もしかしたら OB の方々が知ってる人いると思う、いると思う、うん、で今 BS の、なんだっけ、歌、ほら、はい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 、日本の歌じゃなくて、その辺で、うん、その辺もされてる方もいらっしゃるので、じゃあ多分どっかで見た、ね、お会いしてると思います、お久しぶりの人がいると思います、うん、まあ、だからその C&H スカイジャズオーケストラが、まあ、サポートしてくれるってこともあって、で原智也さんも原信夫とシャープ&フラッツの原信夫さんの息子さんなんですね。あ、そうなんだ。ギタリストなんですが、でそんなことでこう美空ひばりさん、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 なんかもう美空ひばりさんになんか囲まれてしまって、これはちょっとヒットナンバーを恐れ多いですが、木村のりおも少し見せてください、すいませんありがとうございます、はい、そうそう、これはちょっと恐れ多いですが、そのひばりさんのヒットナンバーを少し歌わせていただこうということになって、はいはい、こういう構成になったわけなんですよ。でもいいんじゃないですか、やっぱりひばりさんのやつ歌うって僕すごいと思う。いやでもね、ひばりさんの歌はね、聞けば聞くほど難しい。それはそう、本当に何気なくさらっと軽くフランと歌ってらっしゃるんですけれども、ひばりさんはね、もう本当にねぴったりだし、もう何もかもがぴったりだし、あ、ここでこう行きたいなと思うとちゃんとそう言ってるし、なんていうのかな、やっぱり天才なんですか ね。あれはだから映像見たじゃない、やっぱり授業として見るじゃん、そうやっぱりね、いわゆるストーリーテイラーって言葉悪いかんないけどさ、ちゃんと詩を伝えてんだよね。伝えてるんですね、そうなんですよ、歌うっていうかもう本当伝えてるんですね。 その表現力とか、なんて言えばいいんだろう、表現力があるのに、そのなんだろうな、ドーンとしたその貫禄とか、なんかいろんなものがもう見れば見るほど、聞けば聞くほどへこむばかりみたいな感じになっちゃうんですよね。映像見るとさ、多分ね、ワンカメで済む人なんだよね。カット割りしないで、カット割りしないで、そのまま弾いたりやったりして、ワンカメで全部済む人だと。なるほどね、もうその頭からね、つま先まで全てがエンターテイナーなんですね。そう、ちょっと油断とかないですね。絶対ないと思う、ね、そうなんだね、素晴らしい方なの、まあ、だから本当にね、恐れ多いとは思いつつ、この度はね7月25日にさせていただくわけでして、チケットもあとね、まあ、若干まだ、はい、先生25日来るでしょ。でもはっきり聞かないでくれる、なんでまだ一応なんか入ってるかどうか、あらやだ、言われたんだけど、もう自分で正直な人と調べてないんだよ。調べてないの、早く調べてください。はい、わかりました。びっくりだわ。
ね、のがいい加減であまあまあいい加減ですね、まあ、こういう感じなんですね、はい、すいません、あの、まあ、6000円ということですので、ぜひですね、あのよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、ちょっとまあ私の宣伝もさせていただいちゃったわけなんですけれども、まあ、皆さんが三浦先生ということでもなかなかピンとこないかもしれないんですが、荻野目洋子さんのダンシングクイーンを振り付けたっていう、ダンシングヒーロークイーンじゃないぞ、間違えちゃった、ダンシングヒーロー怒られちゃう、うん、はい、ダンシングヒーローを振り付けたっていうと、って今思ってるんですよ、思ってるでしょ。そうなんですよ、その方でもあるんですね。あれはなんか秘話みたいなのありますか？うん、あれはね、ヨーコと初めて会ってやったのね、うん、で多分、うん、こっちもなんかこうこんななってやってたし、向こうもこんななって振り付けたって、みんなでこんななってる、むにゃむにゃしてる。でそれまでって手振りが多かったわけじゃん、アイドルって。アイドルはね、うん、手振りがね、そうですね。だからこうなんか、ね、彼女に違うことをしたいって言って、はあ、それでその頃はワイヤードだったわけよ、はい、ワイヤレスじゃなくてワイヤードありなのね、うん、だから動けない、有線で動けないからスタンドマイクにしたっていう、はい、あ、なるほど、そう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 、そうそれで踊らそうっていう、あ、そうなんですか。でも必死になってやってくれましたよ。うん、でもあれでもうね、荻野目洋子さんもダーンとスターダムに乗ったっていうね、そうですもんね、うん、あ、すごい出してくれちゃった。これはね、この映像はね、うん、後のやつなんですよね。あ、後期になってね、つい何年か前にあのどこかのね、女子高生が、うん、そのなんだろう、バブル期っていうことで、まあ、象徴でこのダンシングヒーローをまあ踊った、このジャケットでこっちから見ると、うん、ヨーコの隣にいるのがダパンプの建造ですよ。え、ダパンプさん出てるんですか、これ。建造で左側がフィッシュボーイですよ。わお、そうなんですか。でその左の男の子は多分ヒップホップとかそういうやつのやつで世界一になったやつ、このそういうやつらがずらっと集まってて、うわ、あ、ほんとだ、あらららら、すごいですね。これは、うんうん、これまた新たな PV なの？いや、その時の PV だった。あ、その時の。その時にもう遊ぼうって話してるから、うん、ちゃんと真面目に踊るなと健三さんに言って、うんうん、すげえふざけて踊ってくれたはずですよ。へー、うん、楽しいですね。これ、いつぐらいですか？これって5、6年、もっと前かな。あ、でもそんなの？ちょっとわかん、うん、だって、高校生が、うん、歌うもっと前だから、あ、やる前なんだ。そう、じゃあそれをちょっと見られて、高校女子高生は真似してやったんだ、はい、あ、そうなんだ。だからこの時ってちょうどね、後でもう一回言うけど、盆踊りでまたダンスヒーローやってんだよね、愛知の方で。え、盆踊り、うん、そうなんですか。じゃあまあその 盆踊りはどうやって踊るの？だから、あの、違う盆踊りがあるわけ。あ、ちゃんと振りがあるんだ、盆踊りの。そうすると俺たちは小説数とか考えるじゃん、うん、盆踊りって関係ないじゃん。あ、関係ないんだ。普通で言ったらさ、同じとこでこうやってるとか、うん、月が出たりだとこう必ずこれが難所していったら繰り返しなわけじゃない。そうですね。で振りも歌も関係ないわけ。あ、そうなの、うん、だから俺たちは絶対その例えばメロがこのメロだったら、そこに同じ振りが来ると思うじゃない、うん、思うね。全然違うわけよ。斬新といえば斬新なんだ、うん、なるほど。だからそのめちゃイケかなんかでみんなで盆踊り、めちゃイケもね、うん、されてたんでね、盆踊りやるときに、うん、みんなに言ったのは、うん、すごい難しいぞって言ったのを覚えてて、うん、いや盆踊りが簡単ですよって言ったけど、うん、やっぱりみんなほら音入るじゃない、例えばお笑いのやつらでも音入ると、そこのメロディー来たらちゃんとした踊りやんなきゃいけない。そうね、なんか小説で行きたくなりますよね。踊ったことがちょっとでもある人はちょっとやっぱ小説で行きたくなりますよね、わ、うん、かるわかる。違うね、これが。はあ、そうなんだ、うん、へえ。でそのめちゃイケではその盆踊りは先生振り付けたの？いや、だから向こうであの愛知のやつ人たちがそこで踊ってるわけ。ああ、実際に。あ、そこそこそこに入ってやったんだ、
その振りを僕があのお笑いのそれに教えてあげたわけ。教えて、うん、ああなるほどね。めちゃイケはもう何年ぐらいされてたんですか。いつ頃からやったのか全然覚えないんだよね。覚えてない全然覚えてない。いい加減なんですね、うん、そこがね。とりあえず動きがあると呼ばれて行って何かやってあげたりとか、はいはい、あとコーナーで、うん、ミュージカルっぽい山本がやってるやつとかなんかあると、うんうん、そこ行ってミュージカルいやみたいなと作ったりとか、うんうん、頼まれたら何でも言って、うん、でやべっち寿司も出されたし、やべっち寿司出されてね、多分スリッパで頭引っ張ったかったしね。ええあとねだから結婚の時にねなんか出てんだよね俺。あそうなんですか、うん、こんなの持ってとりあえず行って人が足りないと、うん、先生出てって俺概要っていうそうギャラなしなんだよね。そうなんですね。まあ本当人もいい方なんですもん。恐縮でございますけれども。いやいやいや、そうですか。あまあ本当にねもう今まで数えきれないものをたくさんされてきたと思うんですが、あれよね、ヘキサゴン。ヘキサゴンも周知心もありましたね。ヘキサゴンのあそこで出来上がった周知心ってあるじゃないですか。あれも先生全部振り付けやってました ね。あのね、パポの一番最初の曲だけ違ってあとは大体僕の振り付けですね。そうなんですか。ソロになった上地さんとかは、あのユースケのやつもやってる、やってた。だから、あのヘキサゴンにいる時は3人組だったから、うんうんうん、このやつをやったり、あと他のグループがいたり、うんうん、頑張れ日本とか、うんうん、大体の曲は僕が、うんうん、まあ、ありがとうございます。まあ、本当にあのその時代その時代を駆け巡るね。これは多分クリスマスの曲だね。この、うん、時計見たりしたりする。あそう、この時のね、暇があるとね、うん、ここでね、多分ユースケにね、これやらしたのかな。何これ。投げキスを。あ、投げキス。うん、やらしたら、ユースケがもう絶対嫌だっていうわけ。うん、絶対やんねえっつって、うんうん、床をこんなつ。ダダこねてたわけ。お願いだからこれちょっとやってみてよって、うん、あれ客が入る番組なのね。ああ、これやった、うん、有観客でやるんだ。ポッてやった途端、はい、客がみんなわーっと言うじゃない。うん、次からちゃってやったもんね。なるほど、その完成にもう用意してたんですよね。うんうん、なるほどね。でもすごく上地さんとかもなんていうのかな、やんちゃ風ななんかね、うん、男の子っていう感じの、ま、キャラなんで、すごくあのなんか皆さんに可愛がられそうなね、方ですよね。そうですよね。それでね、この子たちいいのはね、歌詞じゃないんだよね。みんな役者なんだよね。あ、役者さんですね。あ、そうですね。の子は違ってたんだけど、うんうん、鶴野も神地も、うん、そうですね。でしょ。だから歌詞はこうだからこう言われてくれって言うと、分かるね、ちゃんと入ってくれるんですよね。なるほど。ただし踊り下手でしたよ。あ、いやそんなことないと思いますよ。うん、あのやっぱりあれですよ、そのさっきイミジクモ先生言ってたけれども、その、まあ、ひばりさんもそうだけども、うん、やっぱりその歌詞届けるっていうね、うん、ところ、ここがやっぱり芝居心があったりすると、あの入りやすいっていうかね、分かりやすいとか、うん、理解度が早いというかね、うん、そこはね、すごく助かったなんですよね。うん、で、まあ、周知心のメンバーもそうですけれども、さらにはですね、あのちょっと遡ったりすると、まあ、ジャニーズで少年隊ですよね。はいはい、やってましたね。ね、うん、ただ曲を上げるんだけど、多分その頃って少年隊は1曲で3人くらい振り付けしかいるんですよね。うん、贅沢。うん、それは日記が、うん、あのみんなが覚えた頃に振り付け変えたいっていう。なんじゃそりゃ。ちょうどほらショーパンみたいなのがあって、みんな真似するじゃない。そうですね。でそこの子たちが覚えた頃に振り付け変えたいっていう。なるほど。だから本当贅沢。そういう戦略でね、うん、贅沢にされてたんですね。ちゃんと自分の振り付けだと分かるのはね、うん、ABC は一番分かるのが、一番最初が、うん、あのあれですよ、スタンドマイクなんですよ。スタンドマイクバージョンは僕の分かる。あそこ、これは違う。これは ABC ってなんだっけ。これも出てこないんだけど、スタンドマイク最初は、スタンドでしたね。スタンドマイク、そう、うんうんうん、あとストライブブルーなんかも、ストライブブルーもなんかちょっと昔流行ってたステップ入れたいからって日記が来て入れてあげたりとか。うんうん、なるほどね。あの時代はでも本当に歌の番組もたくさんありましたし、本当にあの
まあこういうこと言うと年重ねちゃったのかなって思うかもしれないけど、いい時代でしたよね、やっぱりね。あの頃はね、本当だけど、例えば今はもうあんまり出ないけど、うん、アンドイスさんね、うん、はい、アンなんかもやっぱりいい加減でしたもんね。そうですね、本当いい感じで、例えば僕なんかも絶対アンコーって呼んでるし、うん、向こうも俺のとこ先行って呼んで、うんうんうん、六本木真珠とか振り付けするじゃないですか、うん、あ、六本木真珠もされたんですよね。で、イントロはちゃんとやってんだけど、うん、あとはもう勝手ですもん。そう、いいんですよね、ちゃんと届けばね、うん、それでいいんです、うん、ちゃんと届けばいいんですね。そのいい加減にちゃんと届けばOK ってことですよね。だから途中で振り付けやった時なんか、うん、次の次の曲かな、うん、自分が乗りたい、あ、歌ってる時に乗りたいリズムの乗りがあるじゃない、うん、はい、で先行これってどう歌う、どんな考えしてきたって言って僕やってるじゃない、うんうん、一緒だと、あ、振り付けいらないっていうわけ、あとは遊んでるだけ、うん、その時間を、うんうん、なるほどね。なんかどうなんですかね今、まあうーん、そういう意味でゆとりとかいい加減の方って今っていらっしゃいますか？今いないです。あの昔なんかみんな今はきちっとしてちゃんとなんかちゃんとしなきゃいけないみたいなね感じがありますよね。そんな中ね、この鳥小屋ズーリって結構尖ってんですよ。あ、全然あのなかなか尖った感じで何言ってもいいよみたいな。あ、そう言ったら、うん、あとまたフジテレビなんだけど、うん、CS の坂崎幸之助と玉井、あ、しおりんの、うん、塩麹フォーク村かな、フォーク村、塩麹フォーク村、うん、あれはいい加減ですよ。あ、本当ですか。例えばケツ7分でメドレーやるときに10分の曲でもどうする、7本しかないけど10分の曲やる、やろうっつって始まるんですよ本当に演奏しながらねって、うん、あ、そうなんですか。まあどちらかというとこの鳥小屋ズーリもあのそっちの、ね、そんな感じですね。いいっすねそれ、うん、いろんなことをだって他のところはやっぱりこう、うん、いろいろこう制約があったり規約があったりなんかするけれども、うん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 、それじゃ面白くないから、うん、もうここはいいよっていうふうに、まあ、オーナーがね、うん、言ってて、その塩麹はみんなが出るとすっごいほっこりして帰ってくる、うん、ゲストも。なるほどね。たまたまキョンキョン来た時も行ったのね、うん、で陽子の時も行ったけど、うん、みんなすごい楽しかったって帰ってる。あ、なるほどね、うん、あと陽子ちゃんって違う陽子ね、何のの陽子ちゃんなんかもそう、うん、なるほどね、うん、やっぱりでもあのこちら側が楽しかったりするのってやっぱり伝わりますからね、うん、そうですよね、うん、なんかいろいろこう決まってるのももちろん大事なんですけれども、でもそれをしなくても大丈夫そうなエリアではゆるく楽しく、うん、そうね、いい加減に、そうそう、はい、やれるといいですよね。そう、いい加減に、そうなんだよね、うん、まあそういう意味では私もまだまだその三浦先生を含めあのいろいろこう学んでいきたいなとは思うんですけれども、あの私たちこのバブル期もこう生きてるわけで、うんうんうん、あのバブル時代をやっぱ生きたっていうのも結構なんか財産じゃないですか。あのね、うん、そういうと生きたんだけど、あのところって俺金なかったんだよねそうなの？そう、あってその時必死になって仕事やってたもん。うん、まあ男性だからね、私なんてそうそうそう、ほとんどお金出さなかったですよ。俺は出す金なかったもん。あ、出す金なかったでも遊びに行ってたけどね。あとは全部そのそこのディスコとかなんかに後輩がいるんで、はい、なんとなくこうやって入ってったっていうあ、よろしくっってね、うん、なるほどね。いや本当にあの時代はまあ異常でもありましたけれども、本当になんかキラキラしてましたよね。でも何なんだろうね、あれってね、何だったんだろう、あれもうキラキラし、そう、本当に、ね、キラキラしてた。何もないんだけどキラキラしてたよね。ワクワクキラキラ、なんだか根拠もないけど、なんだかワクワクキラキラみたいなね。あれ何なんだろうね。ねでしたね、本当に。なんかね、やっぱりその頃は私も10代20代なわけなんで、うんうん、もうなんか私中心に地球回ってるぐらい思っちゃいました。あ、そっか、うん、本当に多分みんな思ってたんじゃない？みんな思っちゃってたと思う、うんうん、多分俺も金なかったけど、うん、そう思ってたかもしれないね。ですよね、うん、
あれは本当に何だったんだろうなと思いますけど、まあそれをめぐったね、なんかあのバブルエゴーとかなんかいろんな映画もね、その後ちょっとまあ、ね、ちょっとディフォルメしながら、あれしてましたけれども、あ、これはねジュリアナでしょ、これはねちょっとねバブル期後半なのよ実は。ジュリアナの前のマハラジャなんですよ、そうなんですよね。 あそこなんかもだからアンとアンによく連れてた。そうそうそう、だってほら成田がやってたと、成田さんと、だからアンは成田って言ってたから、そうですよね、だってあのマハラジャが、あの日本が風営法が決まっちゃって、あのもうそういうのを全部12時にクローズしなくちゃいけなくなっちゃった時も一旦12時に閉めるんですよ。これ言っていいかな、もういいよね、自分だよね、うん、12時に一旦マハラジャ閉まるんだけれども、少ししてからまた再開するんですよ。そうそう、で、ね、その時にそれこそ六本木真珠とかかかるんですよ。そう、懐かしいな本当に。あの頃は週1ぐらい週2ぐらい行ってましたよ本当に。そうか、行ってましたね。まあ本当にそんな楽しい時代も、これなんだ、これなんだ、あ、これも、あっちだよ、ジュリアナだよ、ジュリアナだよね、そうなの、センスなんて持たないんだもん今の若い人はね。もちろんその、あの、分かんないかもしれないんだけど、センスなんて持たないから本当、あの一番の頃はね、一番の頃は、そう、もうちょっとこんなのなかやってなかったんだ、こんなやってないね、もうちょっとこう加工してきたかなぐらいの時にこうジュリアナとか芝浦の方行って、そうですね、ベルファイとかなんかね、あの辺がちょっとチラチラっとこう来てなんか来たんですね。そういいんですよ全然、はい、そんなね、まあ懐かしい話もさせていただきながら、なんて言ってもですね、今日先生は私のことをノリオって言ったりマハラって言ったり、またノリオって言ったりマハラって言ったり、いろいろな、まあこのマハラがですね、昔私マハラと呼ばれておりまして、まさにそのマハラジャから来たマハラだったんですよね。そうなんだよね、だから俺言ってるってのはあまり分かんなくて、聞いたら言ってましたって言うけど、そこにいそうな子だったんだよね。そうなんですよ、そう、まさにそうだったんですよね。だからそのまあ芸能のお仕事をしだして、だん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 芸能の方々がみんなマハラマハラマハラっていうようになっちゃってもうマハラがもうあだ名になって、そのうちあの首都高速トライアル3っていう V シネマの主題歌と挿入歌をやることになったんですが、そこもそのまま私マハラでしたからいいボーカルマハラ、いいじゃん、俺のカーニバルと同じやん、まあ、同じそうなんですよ、まあ、そんなことでね、本当にあのバブル期のマハラでびっくりなんです。だからあのついね、いつだかね、恵比寿の交差点で、マハラって呼ぶ人がいるんですよ、で、あれ私のことマハラって呼ぶ人は相当昔だぞって思って、キョロ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 していたら、あのアップフロントの事務所の方で、DD、一時レコードデビュー3人で、あのレコードデビューした時にアップフロント預かりだったんで、あ、そうなんだ、そうなんですよ、アップフロント預かりだったんで、その時の方でおーっつって、おーっつっていや、マハラって懐かしいわなんて言ってたんですけど、今日もマハラ懐かしいわみたいな、であのビッグバンドの方にもマハラって言われて、あ、マハラ懐かしいわってなってるんですけど、はい、でもそれっていいよな、逆に、だから俺もそうなんだよ、だよね、カーニバルって言われて、めんどくさいとカーニバルって調べてくださいって言ったら、そうですね、あのとにかくね、カーニバル三浦で調べてもウィキペディアから何から全部出てきますから、ね、そっちが楽なんだよね、そうですね、はい、あ、これインスタの方ですね、今ちょうどねインスタ上げてくれてますね、誰撮ったのか分かんないんだけど、これは、あ、多分真ん中がね、森口、あ、森口博子さんのもね、なんかされてるんですよね、内側はね、ね、名前出てこない、ああと一番右側がね、かいやき和光って言って元アイドルだったやつがかいやきやってるんですよ、かい、ただ焼くだけのお店、へえ、だマヨとかどこにあんの、あ、今は八丁堀、あ、連れてってください、美味しい、美味しいんですよ、大好き大好き、マヨってマヨさんですか、川崎マヨさんとか、てっぺんとか、いや渋谷てっぺんさん、懐かしい、私あの営業で一回ご一緒させていただいて、うーわ、の店主が、あのレッツゴーヤングのサンデーズの一員だったわけ、レッツゴーヤングも超懐かしいレッツゴーヤング知ってる、いや知らないって、あ、そっか、うわ、あとだから多分さっき言ったのがあの3人で撮った下の写真があるじゃないですか、はい、
ちょっとスクロールして、そこ、あれがさっきの、あ、今こうなったとこ、あれがあれですよ、塩工事の。俺が多分真ん中辺で、あ、その上です、その上ですね。うん、はい、それです。あ、今また引っ越しちゃった。あとはこれ、そう、それ、うん、それがそうです。あの塩工事っていうやつの最後の集合写真で、多分俺がどっかに紛れ込んでるはず、うんうん、紛れ込んでる。あ、そうなんですね。あと多分こっちのやつはね、フォークの番組、はい、あの T シャツ、あれはね、横浜銀杯ですよ。あ、横浜銀杯もなんかね、ちょっと銀杯も、あ、あれ多分真ん中に俺が座って、あ、いるっぽい、本当だ。これがあの NHK、まあ、BS の番組の、そう、あ、 CS、 あ、 CS か、うん、CS の番組ですね。多分ね、これ前の方がね、何のの陽子ちゃんたちだと思う。南の陽子さん、うん、あ、本当ですか。まあいろいろね、楽しいことをされてきてるんですね、先生ね。頼まれたらね、何でもやっちゃいそうだからね。嫌だっていうのがないんですよ。はい、ありがとうございます、本当に。なので助かります、この旅も。ね、今後先生、どうしてきますか、どうしてきましょうかね。あの、俺は今ね、予測ソーラン祭りっていうのを手伝ってるのね。だからそこをもうちょっと手伝ってあげようかなっていうは、うんうん、だから振り付けはしたくないんだよね。ああ、独特なの、あれも。いや、独特っていうか、自分が振り付けると自分のチームになっちゃうから、ああ、そこはまんべんなく、うん、いろんなチームを面倒見たいなって、そう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 、アイデア言ってあげたりとか、そこでちょっとやってあげようかなって。 あのアマチュアの下手なやつらを教えるのがいいね。あ、そうですか、うん、なんかこうやりがい、面白い、なるほどね、うん、で成長していくのが見れたりとか、うん、なるほどね。よさこいソーラン節ってでも、北海道がメインのような気がするんですが、もう全国つつうらうら、もう、ね、言ってますね、ありますもんね、よさこいから発生して、ね、それからソーランになって、激しいやつになって、今全国に行ってますよね、うん、ですね、うん、先生忙しくなるわ、これから。なった方が嬉しいんですけど ね、 ねですね、はい。まあ、じゃあそのよさこいの指導を今後はちょっとやりたいな、なんていうね、ことをね、思ってます、はい、はい、おっしゃっております。ということでですね、先生、もうね、エンディングなんですよ。早いね、あっという間なの。、うん、なんか喋りたいことあった？いや、何もない。何もない。いや、今日は楽しかったっていう。あ、よかった、うん、それだけです。よかった、楽しかった、よかった。はい、ということですね、はい、では今日ご覧いただきました皆さんに一緒にバイバイしてください。はい、はい、皆さん今日もご覧いただきましてありがとうございました。はい、それではまた来週、お楽しみに。みんな言って